皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。クシタニの2023年秋冬物のジャケットをさまざまな種類をご紹介しておりますが、インナーもですねいろいろあって一部紹介していたんですけども、それの派生と、そしてまあそれの元ネタといえばいいんですかね。でまだジャケットも続きますし、この後パンツやまたグローブなども続きますので、引き続きチャンネル登録をしてぜひご覧になってください。で今着ているのがミッドコンビスリーブという今シーズン新しく登場したものなんですけど、これはもう僕むちゃくちゃ気に入っているので、これはですね買って持っておいてください。すごく便利です。でこれの成り立ちどういうものかというと、ここにジャケットが2つあるわけなんですけども、これを足した結果こうなったよ、これまでって2着のジャケットを、まあ、この組み合わせることでこうしていたっていうものなんですけども、これ例えばこのボディ正面の部分、ベストの部分っていうのが、まあ、ダウンですね、人工ダウンを使ったふかふかとしたあったかいものになってます。でそしてこの袖の部分については、防風のストレッチが効いた、まあ、ジャージ生地のようなものの袖がついてるんですね。でこの要はボディの正面とこの腕の部分で素材を切り替えているんですね。これまでそれをどうやっていたかっていう、その元の方も今シーズンも新色出てきていますので、それがこちらにあるミッドベスト、そしてミッドパーカー、あとミッドジャケットというものもあります。まあ、こういったミッドレイヤーをどうやってうまく使えるかで冬を快適に過ごすかっていうところに大きく影響してくる部分ですので、そんなところをお話ししていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。というわけでですね、先ほどのミッドコンビスリーブというものからそれを2つに切り離した、まあ、正確にはこっちが元ネタなんですけども、こっちが元祖なんですけども、このミッドパーカーに着替えました。でこの後このミッドベストも一緒にご紹介していきますが、まずはですねこのミッドパーカー、これのフードがいないミッドジャケットというものもあるんですけども、ここちょっと使い分けができる部分になるので、ミッドジャケットはミッドジャケット、ちょっとまた別にですね動画でご紹介したいと思います。でこのミッドパーカー、簡単に言うとですね、ストレッチ生地で複雑なレイヤー技術を用いて防風にすることができた、まあ、パジャマやジャージ感覚で着られる、しかもすごく薄手なんですね。もうこのまんまですね運動したり走ったりとかするのも快適なぐらい、学生の頃のジャージで冬の運動場とかグラウンドの体育の授業めちゃくちゃ寒かったなって思うんですけど、その時にこれがあったら相当楽だったなとは思うんですけども、このミッドジャケット、ミッドパーカーをお持ちでない方にちょっとまずお話ししたいんですけども、暑いっていうといざ来た時にさほど暑くないじゃんって受け取られそうなので、いやそんなにねあったかいもんじゃないんですよ、まあ所詮ミッドレイヤーなんで中に入れるぐらいなんでって言っておいた方が、意外とすごいあったかくて助かりましたって言ってもらえる確率、打率が上がるような気はするんですけど、正直に言うならば、身近にいる僕や僕以外にもこれを着ている、まあそのバイク業界の他のタレントさんだったり他の仲間であったりジャーナリストであったり、もうわりかし皆さんその共通して言うのが、このミッドジャケット、ミッドパーカーっていうのは、暑いです。それぐらい生地が薄いのにちゃんと保温してくれるというところで、防寒性能、まあ、防風もありますし防寒性能としては非常に性能が高いインナーになります。ただですね暖かいということは反面ですね暑すぎる時も出てきます。使い方を間違ってしまうと、一旦汗をかくとその汗でどんどん蒸れていってしまうので、本当の寒い時やジャケット、外に着るアウタージャケットがそもそもタイトすぎて中にホワイトグースダウンとか他の冬用のジャケットのインナーダウンをこっちに移植してくることができない時に使うものとして、いやもう薄いものしか今回も入れられないっていう時にすごい頼もしい味方になるんですね。ある程度アウターのジャケットのサイズが余裕があって、この上になんかもう1枚ぐらい着て何か着たしていてもいけちゃう時にこれを着るんだとすると、暑くて汗かいちゃって逆に汗冷えして疲れちゃうってことにもなりうると思うので、使い方が結構難しいアイテムだと僕は思っています。それゆえに年間を通しても着用する回数、使用する頻度というのも、まあ、こんな感じで、まあ、なぜ楽ちんなので普段着としてはむちゃくちゃ重宝して助かっているんですけども、バイクでどのぐらい使うかっていうと、実は僕はそんなに登場してこないですね。で時期というのも今すごくいいです。真冬になる前ですね、
今冬用のジャケットをすでに手に入れた方々というのは、せっかく買った新しいジャケットとかツーリング着ていこうと思うと、朝晩とかがわああったかいって、そこが快適だと思うんですね。だけど日中多分暑くて、いやまだまだそのインナーのダウン系のジャケットをまだ着てる場合じゃないなっていう時あると思うんです。そんな時にそれをちょっとスペックダウンするイメージで、かつ薄手に慣れてもっと楽にもなれるので、他の冬用のジャケットに付属してくるインナーダウンを抜いてこれにする。そうするとこの秋っていう今すっごい短いピンポイントな時期を快適に過ごせるっていう面ではとんがってて面白いと思うんですけども、もうちょっと寒くなってくると、じゃあこれの上に付属インナーダウン着て、アウタージャケット着てっていう使い方は、僕はもう真冬でもほぼできないですね。それぐらいちょっとこれは暖かくなりすぎる嫌いがあるので、使い方はご注意なさってください。でさっきのベストなんですけども、まあ、この上にコーディネートとしてベストをよく組み合わせていたんですね。でこれをやりたい時というのが、やっぱり時期といえばピンポイントですね。ちょっとマイク首元でガサガサしたらごめんなさい。まあフードをですね、こう出しますよと。でフロントファスナーがいるんでこれ閉じときます。どういう時に使っていたかというと、まさにさっき言った通り、例えばレザージャケットを着ていて、もう中に本当はダウン着たいぐらい、まあ、レザーって寒いですから何も暖かくもならないですからね、かっこいいだけで、でそのレザーをどうしても着たい、だけど寒い、じゃ中にダウン入れよう、いやもうアームホールとかパッツパツで、ジャケットはもうレザーは特にその体のサイズに合えば合うほどかっこいいものになるので、スリムスキニーに着た方がいいと思うんですね。ダボって着るもんじゃないから。となるともうその余裕がなくて中に何も足せないんですね。そんな時にこのミッドパーカーとかミッドジャケットを持っていると、中にまあ薄手の、なんなら普段着ているセーターやトレーナーよりも生地薄いですね、それぐらいの薄い生地だったらタイトなレザーの中にもぶち込めると思うんですね。そういう時にすごく便利なんだけど、やっぱりちょっとお腹と腰周りが寒くなってきた、じゃあ10月末から11月に入って12月が見えてきたなんてなってくると、いくらこのミッドパーカーミッドジャケットが暑いとはいえやっぱ足りないので、そういう時にこのベストを足し算していく気持ちで、何かから最初引き算から始めたいところなんですよ。これはもうずっとその足し算方向のコーディネートする時にすごく便利なアイテムになってくると思うんですね。でこうやって、まあ、中にパーカーを着ておくことで、首元からこのフードをチラ見せ、まあ、がっつり出ますけどチラ見せでこう出すことができて、でかつその上に異素材のベストを組み合わせることで、素材が違うからコーディネートって面白いと思うんですね。同じものを重ねていても違い分かんなかったりすると思うので、まあ、そういうふうに異素材のものを組み合わせることで、その自分の防寒性能をその日の天候に合わせて細かく微調整していくときに、こういった手法を使うことができたんですね。でカラーバリエーションもここですごく悩ましいんですね。まあ、今回は中にほぼ白と見えるこのライトグレーみたいな色ですね。その上にこう切り返しになっていて、上半身ちょうどこの胸から上の部分がブルーになって、結構このオールドスクールなデザインで可愛いですよね。それを組み合わせていて、そこそこ主張する組み合わせにしているんですけど、僕はもともとはこのミッドベストは昨シーズンか昨々シーズンぐらいのイエローをですね好んで気に入ってきていました。2年前のものになっちゃうのかな、もう。まあそれがかなり引きが強い色だったので、単体で T シャツの上とかに着た時に、なんかこうアウトドアのダッド感というか、お父さん感というか、なんかそういうちょっとおじさん感というのがちょっと面白くて、まあ、渋みがあって良かったと思うんですね。すごく完全にポップに仕上がるかというと、意外とそうでもなかったですね。ただ前のモデルはフロントパネルが全部同色で、横の切り返し部分が黒くなっていたので、ちょっとこう妙にスリムに見えてしまうデザインだったんですけど、それが今この縦から横デザインに変わったので、もっとそのコーディネートして使いやすくなったと思います。まあ、インナーに着るこのフード付きのミッドパーカーに対して、上のこのミッドベストどういう色で組み合わせていくのか、これは外に着ているレザージャケットやウィンターのジャケットを脱いだ時に見えてくるデザインになると思うので、アウターのジャケットやバイクとかヘルメットとのつながり全く別のものにしておいて、脱いだらガラリとキャラが変わるなんていうコーディネートの方が僕は楽しいかなと思います。例えば外で、まあこの青の反対色というわけじゃないんですけども、まあ黄色とかその赤とか全然違う、例えばじゃあカーキみたいな色を着ていて脱いだら急にブルーになるとか色が変わるとか、そういう使い方するとますます楽しいかなと思います。で最終的にはこれだけでバイクに乗るかというと、まあ本当今時期の秋
もう最低限隙間風や服を貫通していくその防風性能さえあればちょうどいいんだよな、中 T シャツでいいんだよなっていう時のスクーターとか、そんなに速すぎないトゥーマッチじゃないバイクで都内をちょっとちょこっとお散歩する時には非常に便利なんですけども、大抵はですねこの上にアウターのジャケットを着ていく使い方になると思うので、やっぱり名前もミッドレイヤーの一種としてミッド何々と名前になってるんですね。やっぱり外にアウターの何かがいて、その真ん中のミッドのところに仕込むだけにこれの使い方をピンポイントで見つけた方には相当便利なアイテムになるかと思います。それこそ串谷のアウターのジャケットじゃなくても他社のもので実は気に入ったものがあって、だけどちょっと防寒性能足りないんだよなっていう時にアウターのジャケットを丸ごと買い替えるんじゃなくて、こういったミッドレイヤーでいいものを持っておくと、そのアウターの声がガラガラしてきた、そのアウターのジャケットをさらに長く着ることもできると思うので、まあ、今お好みのものの延命処置としてもこういったミッドレイヤー考えてみてはいかがでしょうか。ということで今回は、ミッドコンビスリーブって新しいものがあるんですけども、それの元祖元になっていたこういう重ね着をするときに非常に便利なミッドレイヤーとしてミッドパーカーとミッドベストをご紹介しました。もうちょっとこのミッドレイヤーの考え方の話をして、またアウタージャケットの話に戻ろうと思いますので、引き続きご覧になってください。